国際宇宙ステーション長期滞在一覧では、国際宇宙ステーションに、高級的に滞在する宇宙飛行士チームの一覧を、示す。すべての高級的滞在チームには、第次長期滞在という名前が付けられており、丸には、順番の数字が入る。なお、英語ではエクスペディション略して EXP とも呼ばれ、チームの番号を付けて EXPN と記載する。 2009年現在、長期滞在チームは半年ごとに交代している。これは、緊急期間用に ISS になずらえてあるソユーズ宇宙船の軌道上寿命が約200日間であり、ソユーズ宇宙船を交換する際に長期滞在チームも交代するためである。ただし、スペースシャトルで交代する長期滞在者は、 ソユーズ交換の際にも引き続き滞在するため、前後の長期滞在チームにまたがって所属することがある。シャトルで訪れてそのまま帰還するクルーや、宇宙観光で滞在する人は、長期滞在には含まれない。ISS は宇宙開発の歴史上、最も多くの人が訪れた宇宙ステーションである。2008年6月5日までに、163人の、 異なる人が訪れている。ミールには、延べ137人が訪れた。2000年10月31日、長期滞在の準備が整った ISS に、最初のソユーズ宇宙船がドッキングし、第一次長期滞在チームが活動を開始した。ソユーズは緊急機関用にも使用されるため、ISS 長期滞在は、ソユーズの定員と同じ3名である。 1> 第1次長期滞在チームは5ヶ月間滞在して、スペースシャトル STS-102 で第2次長期滞在チームと交代した。以後2002年まで長期滞在クルーの交代は、スペースシャトルで行われた。ソユーズ宇宙船は、軌道上寿命である6ヶ月ごとに交換される。この際には、新しいソユーズが打ち上げられて ISS にドッキングし、これに乗ってきたクルーが、 ISS にドッキングしている古いソユーズに乗り換えて地球に帰還する。これらのクルーは長期滞在に含まれずタクシークルーと呼ばれる。また3人のタクシークルーのうち1人分の搭乗券をロシアが販売したためこれを利用して2001年には初の観光目的の ISS 訪問が実現した。2003年に発生したスペースシャトルコロンビア号の事故により スペースシャトルの運行は一時中止された。このため、第6次長期滞在チームは経流中のソユーズトママイナス1で、地球へ帰還することになった。2003年4月26日に打ち上げられた、ソユーズトママイナス2に登場した第7次長期滞在チームは2名のみで、入れ替わりに、第6次長期滞在チームが帰還すると、長期滞在者は2名になった。 これは物資の補給をプログレス補給船のみに頼らざるを得なくなり ISS を維持するため最低限必要の人数に減らすためであった。以後しばらくは長期滞在者2名とタクシークルー1名を乗せたソユーズが打ち上げられ2名が交代する体制が続きタクシークルーの商業飛行は中断した。2006年7月4日運航再開後2便目となる。 スペースシャトル STS-121 が3人目の長期滞在者を輸送し、ISS は3人滞在体制に復帰した。以後はソユーズで到着した2名は乗ってきたソユーズで帰還し、新しいソユーズに乗ってきた2名はソユーズの寿命と同じ6ヶ月間滞在する体制が続いた。三人目のクルーはスペースシャトルで交代するため、 他の2名が交代する際も ISS に引き続き滞在した。このため、ソユーズで交代する2名の期間を長期滞在のチームの区切りとしており、長期滞在チームが入れ替わる時に滞在している3人目のクルーは前後の長期滞在チームにところ属する。また、対16次長期滞在では期間中にスペースシャトルによる交代が3回も、 行われたため、全部で6名ものクルーがチームに所属している。ソユーズを交換する際に登場する長期滞在クルーは2名なので、タクシークルー1名を登場させることができる。これを利用した宇宙旅行が復活したほか、韓国やマレーシアによる宇宙ステーション短期滞在も実現した。 2008年から2009年にかけて ISS の長期滞在者を6名に増加するための機材が輸送された。2009年5月に3名の長期滞在者を搭乗させたソユーズトマ -15 が到着したことにより ISS は完成形である6名滞在体制を開始した。ソユーズへのタクシークルー登場はトマ -16 が最後となり、以後は 長期滞在者3名の交代のみが行われている。タクシークルー枠を利用した商業宇宙飛行は終了した。スペースシャトルによる長期滞在者の交代も STS-129 を最後に終了した。なお、3名体制の時は新しいソユーズの到着後に古いソユーズを分離するため、交代中は6人滞在していた。 6名体制では、ドッキング中のソユーズのうち古い方の1機を分離してから、新しいソユーズがドッキングするため、交代時にも9名が滞在することはなく、一時的に3名体制になる。これはソユーズが使用できる、ドッキングポートが3カ所しかなく、うち1カ所は、ATV やプログレス宇宙船が使用するためである。6名滞在が開始された後は、 ソユーズの交換で3名が入れ替わる時を長期滞在チームの境目とする。したがって各長期滞在チームは前のチームの半分を入れ替え半分を引き継いだメンバーである。2008年11月に2010年の ISS 完成までの長期滞在チームが発表されている。ソユーズ宇宙船は陸上にパラシュートで着地するため、 乗員を着地の衝撃から保護するための特殊な座席を使用しており、座面のクッションは各乗員の体から石膏で型を取って制作される。このため、スペースシャトルで ISS へ向かう長期滞在者は自分専用のソユーズの座面を携行していた。ISS に到着した長期滞在者は入れ替わりに帰還する予定の滞在者の座面をソユーズから取り外し、 自分の座席を取り付ける。この時点で新たな滞在者が ISS 長期滞在チームの一員となり、それまでの滞在者はスペースシャトルの乗員になるのである。なお、タクシークルーも同じことを行う。タクシークルーは ISS に係留されている古いソユーズで帰還するため、自分の座面を古いソユーズに移す。交代しない長期滞在者の座面は、 乗ってきたソユーズで帰還するため、そのままにされる。ありがとうございます。